皆さんこんばんは。スナックフルールともチャンネル、ともちゃんママです。いつもご覧いただきありがとうございます。そして今日もお疲れ様でした。さて今日はですね、最近私食べる量がすごく減りまして、まあ、多分年齢のせいもあると思うんですけど、ちょっと不甲斐ないなと思って、一体私はどれぐらい食べれるのかなと思って、今日は限界まで食べてみようと思います。ちなみに今3時半ですね、お昼の。息子が何か言ってるけど、朝から何も食べてませんっていうか2時に起きました今からちょっと食べてみようと思います。ね、いろいろ集めたんですけど何かペヤングのいろんな種類集めようと思ったんですけどなくて、何かこれ麦塩マヨ、ネギラー油、なんかナポリタン。じゃあどこまでいけるか、こういう袋状の方がわかるかなと思って。辛ラーメンでしょ、塩ラーメンでしょ。マグリ、ユズ、マダイ、できるだけやってみようと思います。これからいったまずこれからいこうと思う。何て言うかな、何しようか。ネギラー油、ペヤングネギラー油いきたいと思います。皆さんいっぱい食べれます？私本当に結構前食べれたんだよな。どんだけ食べれるかな。マジで限界までいく。ネギがたくさん入ってる。ちょっとお湯入れてきます。実は今多分 YouTube 結構上がってると思うんですけど、これも買った。これさ、8人前ぐらいあるんですよ。で、これのね、普通の焼きそば版を前食べたんですけど、もうちょっと量がよくわかんなくて、で、なんかね、作ってる間にね、ちょっと胸焼きみたいな感じになっちゃって、で、これだとわかんないじゃないですか、どれぐらい食べれるか。で、これはちょっととりあえず、今日はやりません。前ほんとね、びっくりするぐらい食べれたんだよな。やりますなった。お湯切ってきましたネギ苦手なのなんで買ったんだっけね。混ぜます。あ、すごい、ラー油。こ
食べたことあります？どこでも売ってんのかな。あ、すごい、ラー油のいい匂い。猫舌なんだよね。いただきます。うん、うん、美味しい。あ、ちょっと辛いかな。なんかあの激辛版とかあるじゃないですか。あれはね、本当に食べれない。一口だな。これは全然美味しい。インスタントのネギって、まあ、こうやってフリーズドライだからあんまり味しないかなと思ったけど結構しますね。美味しい。うん、これ美味しい。完食。次、いただきます。ナポリタン、やばいのか、マジで限界の。この間ね、あの食べログですごい有名な方がテレビに出て、その人がね、お昼に7食とかするんですよ。でその人ね、太ってないの、うん、で、なんで太ってないんですかって言って、やっぱりね、お昼に食べるのはね、いいみたいです、うん、でもなんかお家にトレーニングルームみたいなのがあって、もうマシンとかいっぱい置いてあって、まあそれはできないんだけど、なんだろう、あ、グリーンピースかな、玉ねぎ、早く入れます。そう、だから昼間は食べていいみたいですよ。でも逆に夜は絶対炭水化物取らないって言って、夜もし取っちゃったらもう寝ないんですって、起きてんだって。お湯入れてきます。3分ピ。そう、なんかね、その1日だけを切り取ったテレビだったんですけど、ラーメンを4食とか、あとお寿司とか、締めにステーキ食べてたから。すごい。なんかさ、一番幸せ
って何って聞かれたら、美味しいもの食べてる時な気がしません？いやまあいろいろあるけどね。じゃ私はそうだから、なんか美味しいのたくさん食べれたらいいな。寝てるとさ、寝てんのも幸せだけど、寝てるのって記憶ないじゃないですか。あとね、歌うのも好きだけどね。一番私は美味しいの食べてる時が幸せ。こんなに待ったことないかも、こんなにただ待つだけ。ちょっと固めが美味しいよね。そう、これね、千葉に旅行に行った時にコンビニでなんかお土産コーナーみたいなのこれが売ってたんですよ。ハマグリだし、で、すごい美味しくて、これで、ネットで調べたらこれいろんな種類があって、これまだまだいっぱいあるの。エビとか、なんだっけ、もうちょっと忘れちゃったけど、そう、いろんな種類があって、これと箱でね7箱ぐらいうちにあったんだけど、女の子たちに配ったりして。そう、これ美味しいですよ。でも一番これが美味しかった、見つけたら買ってみてください。お湯切ってきます。